少年ハリウッドは、橋口育代による日本の小説。E. エブリスタにて配信後、2012年7月に小学館文庫より刊行された。2014年6月に書き下ろしを含め、すべてのストーリーが収録された完全版が刊行された。2015年7月より、アニメ小説全張りを掲げるプロジェクトが進められており、 2014年7月より9月までテレビアニメ第1期が放送され、2015年1月より4月まで第2期が放送された。2014年9月27日発売のアリア11月号よりコミカライズ連載少年ハリウッドホーリートリップフォーユーマイナスがスタート2015年3月に単行本化された。ストーリーは橋口育夫の書き下ろしで漫画は コーソラが担当。2015年7月31日より、テレビアニメの続きとなる小説、少年ハリウッド、ホーリーステージ451が、少年ハリウッドファンクラブフューチャーオレンジ内で連載が開始された。アイドルプロジェクトは、男性アイドルユニット、全座ハリウッドとして活動している。2011年4月に、ネルケプランニング主催により、舞台、 少年ハリウッドが上演された。橋口育代による小説、原宿ガールを原案に、原宿ガールでは、女性アイドルだった設定を男性アイドルに置き換えて、橋口がタイトルキャラクターを作成、脚本を新たに書き下ろしたものである。舞台は2012年に、少年ハリウッド、僕らのオレンジにまた会いたいとして再演された。再再演、続編の制作は、 キャストの多忙などを理由に行われなかった。2012年、小学館より小説、少年ハリウッドが出版された。2013年1月にアニメ小説リアルを掲げプロジェクトがスタート。テレビアニメ化、アイドルプロジェクトの展開が告知される。同年4月に少年ハリウッド候補生としてアイドルプロジェクトが開始された。2014年6月に、 少年ハリウッド候補生がグループ名を全座ハリウッドに改名して活動の幅を広げる。それに合わせアニメ小説全ハリとプロジェクトのスローガンを変更した。同年7月からテレビアニメ放送開始。2015年4月に少年ハリウッドファンクラブフューチャーオレンジ設立。2015年7月に t v アニメの続きとなる連載小説。 少年ハリウッド、ホーリーステージ451が少年ハリウッドファンクラブフューチャーオレンジ内で開始。第1期は少年ハリウッド、ホーリーステージ449のタイトルで2014年7月より9月まで放送され、第2期は少年ハリウッド、ホーリーステージ450のタイトルで2015年1月より4月まで放送された。 原作者の橋口が自らシリーズ構成と脚本を担当する。監督は好きっていいなよ。で、シリーズディレクターを担当した黒柳としまさ。キャラクターデザインは土屋系。アニメーション制作はディアボリック・ラバーズ、キューティクル探偵稲葉のゼックスックスがそれぞれ担当する。第1期第10話、ときめきミュージックルームでは30分すべてが音楽番組で。 同じ当時、スター・チャイルドの作品であった、ミスモノ・クロームが、ゲスト出演した。また同じ橋口が、原作の小説で、少年ハリウッドの原点である、原宿ガールの主人公、高杉千恵里もアイドル歌手として出演している。また、第2期では、富井大輝が俳優として出演した刑事ドラマで、あったり、ハリウッドを東京を舞台にしたライブを30分。 描いたりとテレビアニメとしては、珍しい構成が取られている。第26話はすべて手書きのライブシーンだけで、構成されておりファンの評価も高いものとなっているが、諸事情で映像化されていない楽曲もあるとして、第26話の完全版の制作予算を、クラウドファンディングで募っており、目標金額を大幅に超える出資を得ている。少年ハリウッド自己紹介の年齢は、第1話当時、 第7話で、佐伯木望未星は15歳、トミー大輝は16歳。第9話で舞山春は16歳。第14話で、風見さんは18歳、天木聖馬は19歳、トミー大輝は17歳。15話で、佐伯木望未星は16歳になっている。ハリウッドを東京初代少年ハリウッド全作し、橋口行くよ。オープニングテーマエンディングテーマ挿入歌初演。 少年ハリウッドは2011年4月に上演。東北地方太平洋沖地震の影響により、事前イベントへの出演を中止したが、舞台は予定通りに上演された。再演、少年ハリウッド、僕らのオレンジにまた会いたいは2012年に、東京、名古屋、大阪にて上演された。前座ハリウッドは、少年ハリウッドという作品から広がる。 様々なコンテンツの運営、新規事業開発を行う、株式会社ハリウッドファクトリーに所属をする、男性アイドルユニットである。通称全ハリ。キャッチフレーズは、全日本アイドル劇団。セーラーを背負い、明るく爽やかに歌う、全ハリとは別に、激しいプレイをする、同メンバーによる、マロン A というプレミアムユニットも存在する。t v アニメ、少年ハリウッドに登場する。 アイドルユニット少年ハリウッドの公式ライバルでもあり共通楽曲も多数持っている2015年2月4日キングレコードレーベルスター・チャイルドよりメジャーデビュー2016年2月スター・チャイルドレーベルが消滅しキングアミューズメントクリエイティブ本部に移行されたタイミングでキングレコードからの卒業が決まる同年7月10日神奈川県 川崎クラブチッタでの東京、大阪ライブ旅、あれが当然張りたい、そしてお星様、ファイナル公演を最後にキングレコードから卒業。以降は、ハリウッドファクトリーに所属し、工業は TBS ラジオの下で行っていくことを発表した。シングルアルバム DVD2013 年12月に行われた、ファーストライブから2014年8月に行われた1週間。 公演までのメンバーの活動を記録した内容の DVD がスター・チャイルドよりリリースされている。ライブ映像や映像特典、楽曲のミュージック・クリップ等が収録されている。タイアップイベントインターネット配信雑誌少年、ハリウッド、ホーリー・ステージ449体に関するカテゴリー、少年ハリウッド、ホーリー・ステージ450体に関するカテゴリー、ありがとうございます。